はい、こんにちは。光のメッセンジャーマジカルエミリーです。はい、今日はね、縁起のいいラッキーフルーツをね、少しお伝えしていこうと思います。美容にもね、健康にもいいフルーツなんですけれども、フルーツってね、すごく太陽の恵みでね、育つ果物食べ物になるので、とってもね、多くのパワーとかね、エネルギーっていうのが秘められているっていうふうに考えられていますね。ラッキーフルーツってたくさんあるんですけども、今日はね、そのうちのいくつかね、この金運アップだったりとか、恋愛運アップしたりとかね、あとちょっとスピリチュアルで見たフルーツの考え方みたいなところをね、お伝えしていこうと思います。よろしければね、最後までお付き合いください。はい、ラッキーフルーツなんですけど、フルーツってね、今はね、年間を通して皆さんこう口にすることがね、できるような時代になっております。だけどやっぱりね、旬っていうものにはね、かなわないんですよね。できれば旬のものが、エネルギーパワーもたくさん秘められてたくさん入っているので、旬のものをね、今果物の話をしているんですけども、果物に限らず取り入れていくっていう習慣をね、つけていくといいと思います。あとね、神仏ね、神棚とかもそうだし、お仏前とかにもね、皆さん果物ってお供えすると思うんですよ。それなんでかっていうと、やっぱその神仏のね、向こう側にいらっしゃる方々って、果物をあげるとね、いただけるっていうことってすごくね、喜びを感じるというふうに言われているので、やっぱり果物、フルーツっていうのはね、とても縁起もいいし、いろんなパワーがね、秘められていると思います。なので、ここではね、いくつか縁起のいいラッキーなね、フルーツをご紹介していきますね。はい、じゃあまずね、一つ目ね、バナナなんです。バナナってすごくね、手に取りやすくって、メジャーなね、この果物フルーツになるんですけども、実はバナナってね、金運のね、エネルギーを持っていて、とてもパワフルなね、食べ物になります、フルーツになります。やっぱ太陽がね、とても必要な果物になるので、常夏のね、いろんなエネルギー、太陽のエネルギーをね、含んでいて満ち溢れているフルーツになるので、持っているエネルギー自体はすごくポジティブなね、考え、そういったものが多くなっているので、ちょっとね、こうね、落ち込んでいる時とかね、そういう時にはね、自分を変えてくれるフルーツになります、バナナです。またね、ハワイのね、神話にも出てくるんですけれども、魔法使いのね、クカリという方がね、いくら食べてもね、なくならないっていう魔法をバナナにかけたっていう風に言われているんですよ。なので、このバナナがあったからね、皆さんその上からね、しのげたという時代があったそうです。なので、縁起のいい果物っていう風にバナナは言われています。で、バナナはね、年間を通してね、私たちの手に取りやすいものになっているので、こう忙しい朝とかでもね、パッとね、こう手に取って、ちょっとポイッとね、口に入れて朝食代わりにね、していただくこともできるので、その金運アップっていうところでは、常にね、いつも一緒にいられるっていうような果物になるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱちょっと心配のね、ところではカロリーが高いんじゃないかっていうふうに皆さん思ってるかもしれないんですが、そんなにね、カロリーはこのバナナって高くないんですよ。実は完全食品とも言われているし、そんなにカロリーも高くないので、美容効果もあるしね、ダイエット効果っていうのも期待されます。はい、1つ目ね、ラッキーフルーツバナナでした。はい、2つ目はね、ゴールドキウイ。キウイでも、こう黄色っぽい、金色っぽいっていうのかな、グリーンじゃない方のキウイの方ですね。これもね、金運アップだったり、幸運のフルーツっていう風に言われています。あとね、浄化効果もね、あったりもするので、ちょっとなんかモヤモヤするなっていう時には、ぜひね、このゴールドキウイ、ゴールデンキウイっていう風に言われてるかな、これを召し上がるといいと思います。はい、このね、ゴールデンキウイね、そのグリーンのキウイよりもね、とってもね、ビタミン C とか E がね、多く含まれていて、1日に成人が摂取するビタミン C のがゴールデンキウイには1個の中に含まれているっていうふうに言われているんですよ。なのでね、1日1個キウイを食べるとね、とてもね、いいかなと思いますよ。そしてね、嬉しいことにね、このゴールデンキウイにはね、抗酸化作用とか美容効果っていうのもあるので、こうエイジングにはね、ぴったりなフルーツになっています。ビタミン C はね、レモンのね8個分、
それからね、ビタミンはリンゴの、ね、7個分っていう風に言われていて、あのビタミン C ってね、体の中で作り出すことができないので取っていかないといけないんですよね。だからね、毎日一つね、ゴールデンキウイを食べるとビタミン C は全部摂取量がね、 OK になりますね。美白効果とかもあるので、ぜひね、ゴールデンキウイ、あのラッキーフルーツのお話をしているんですけど、ちょっと美肌の方に行っちゃいましたね。ラッキーフルーツ、金運アップとかね、浄化とかっていうところでゴールデンキウイおすすめです。あとね、ストレスにもすごく強く作用してくれるし、免疫力も上げてくれるから、ちょっと風邪をひきにくくなったりとかするかもしれないから、これからの時期にはね、ぜひね、キウイいいんじゃないかな。で、風水ではね、この丸いものとか、あと金色の色のものっていうのはね、金運をアップしてくれるっていうものになりますね。このゴールデンキウイ、丸くてね、まあ金色ではないんだけど、ゴールデンというふうに名前がついていて、キウイの中ではゴールデンの位置づけになっているので、とって2つともね、条件を満たしている金運アップのフルーツです。はい、そしてね、3つ目はね、ザクロになります。ザクロってこの一つのね、果物、果実の中にたくさんのこの実がね、なっていると思うんですけども、そのことから、こう子宝とかね、子孫繁栄のシンボルと言われているのがこのザクロになります。またね、風水的にはね、ザクロの絵っていうのをね、お家に飾っておくと、子宝にも恵まれるというふうに言われていますよ。そしてね、このザクロね、女性の果実とも言われているので、いろんな女性の開運をしてくれたりとか、恋愛運のアップにもつながったりします。あとね、やっぱりその美容とかね、健康にも嬉しい成分がたくさん入っているスーパーフルーツになるのでね、こうむくみの予防だったりとか、エイジングのね、効果があったりとか、いろんな病気の予防にもなっているっていう効果的なね、フルーツになりますよ。このザクロね、やっぱりちょっと季節があるのでね、旬の季節っていうのがあるので、私ザクロジュースっていうので飲んでいます。ザクロジュース結構メジャーでね、スーパーでも最近もう売ってるし、ネットとかでも検索するとね、出てくるので、なんだろう、癖もなくって飲みやすいですよ。1日1本ね、ザクロジュースっていうのを私飲んでおりますので、なんかね、ちょっと飲んでみたいなと思ったら、ジュースでね、トライしてみるのもいいかなと思います。そしてね、4つ目はね、メロンです。メロンもね、その金運アップだったりとか、邪気払いとかってね、してくれるラッキーフルーツになります。あとね、このリセットとかね、再生っていうことのね、意味もあるので、なんかをこう切り替えをしたいなとかって思っている時には、ぜひね、メロンを召し上がってください。メロンはね、ちょっと高価なイメージがね、あるんですけれども、カットフルーツっていうのもね、スーパーなんかにも並んでるから、手に取りやすいんじゃないかなと思います。そんなのもね、利用してみてはどうでしょうか。はい、そんなメロンちゃんですけどね、とてもね、ビタミンが豊富です。ビタミン A、C、D、それから E、B1、そしてね、B3 などね、たくさんのね、ビタミン類がね、含まれているので、やっぱりビタミンってね、利尿作用があるから、すごくむくみのね、予防にもなったりします。それとね、やっぱりアンチェンジングっていうところで、私ぐらいの年代になる気になるフレーズになるんですけれどもね、メロンを取っていきたいと思います、私もね。ね、あとダイエット効果なんかにも、このね、メロンっていうのはね、あるので、ぜひぜひ気になった方はね、トライしてみてください。はい、そしてね、5つ目は桃ですね。桃さん、桃ってね、邪気を払うフルーツ、魔除けのフルーツとしてはね、有名になります。あとはね、この不老長寿であったりとか、恋愛運もアップしてくれる、フルーツっていう風に言われております。桃のね、その甘くて優しい香りっていうのはね、とても気持ちをね、リラックスさせてくれるものを持っていますね。なので桃をね、召し上がっていただいて、気持ちがこう穏やかになっている時に、なんだろう、こう自分のね、泣いたい姿だったりとか、いろんな素敵なことっていうのをこう巡らせるっていうようなイメージをね、取っていただくと、とてもね、叶いやすくなるっていうのかな、自分の中ではっきりしてくるものもね、見えてくるかなと失礼しました、見えてくるので、それも効果的ですね、桃ちゃんです。
ね、ももちゃんもね、やっぱり旬があるので、年間を通してっていうのは難しいですね。フレッシュのももちゃんをね、いただくっていうのは。まあ、缶詰の桃さんいらっしゃるんですけども、あれね、シロップ漬けになっているので、まあ、お砂糖漬けですよね。だからちょっとカロリーはね、高くなってしまうというところは、気をつけてね、摂取していただきたいと思います。またね、シロップ漬けね、缶詰の方はね、桃ちゃんのね、栄養価がね、半分以下にね、なっちゃっているものもあるんですよ。やっぱり火を入れたりとかするとね、とか、水溶性ビタミンとか水に溶けてしまったりもするので、フレッシュの桃ちゃんよりも、まあ、栄養価、ビタミン類が、半分とか4分の1ぐらいとかに下がってしまうものもあるので、ただね、逆にね、缶詰の方のが多くなってるっていうビタミン E と食物繊維だったかな、そういうのもあったりもするので、まあちょっと気になるのはカロリーね、シロップ漬けになっているところがあるっていうことと、栄養価のところ、いいところも悪いところも両方あります。ただ旬でないと桃は食べられないこともあるので、食べないよりはね、桃ちゃんのいいものを自分の中に取り入れられるのかなっていう風に感じるので、ぜひぜひやってみてください。はい、そしてね、6つ目はね、ブルーベリーですね。ブルーベリーはね、家庭円満のエネルギーですね。家庭円満の運気も上げるという風に言われているフルーツになります。で、家族がね、お互いに助け合って、お互いに成長していけるエネルギーを持っているのが、このブルーベリーです。またね、第6チャクラ、ここのね、サードアイですね、眉間の間のここのチャクラになるんですけれども、このチャクラ調整にもね、ブルーベリーがいいというふうに言われています。このサードアイはね、濃いブルーのね、チャクラカラーになるので、ブルーベリーっていうことになりますね。で、ブルーベリーっていうとね、この目にいいんでしょっていうアントシニアンかな、色素ね、そういったイメージを持たれる方多いかと思うんですけど、実はね、とっても栄養価がね、豊富なフルーツで、若返りのビタミンというふうにね、言われているのがこのブルーベリーになります。ね、ちょっと並べますとね、ビタミン C、ビタミン E、ミネラル、それから食物繊維、アントシニアン、さっき出ましたね、そういった栄養素の他にもね、抗がん作用とかね、その血管機能とかの向上とか、腸内フローラの改善なんていう効果もあったりもします。抗酸化作用もね、とてもね、強いので、自分の体をね、こう錆びさせない、錆びない体を作ってくれたりもこのブルーベリーはするので、アメリカではね、スーパーフードの一つとして数えられることもあるほどね、優れたね、ラッキーフルーツであります。はい、そしてね、7つ目、最後になりますが、7つ目はマンゴーですね。マンゴーっていうとね、やっぱり金運アップ、あとはね、その結婚運とか、そういうのもね、引き寄せてくれる、フルーツであります。マンゴーのね、発祥、インドではね、聖なる木というふうに言われているんですね。お釈迦様がね、瞑想に入って悟りを開いた、それが菩提樹の木の下というふうに言われています。この菩提樹というのがマンゴーの木であると伝えられているので、マンゴーはね、とてもね、縁起のいい木、いい果実が実るというふうに言われています。このマンゴーもね、先ほどお伝えしたゴールデンキウイ、ゴールドキウイと同じでね、丸くて金色ですよね。なので金運アップアイテム、フルーツ、西においてね、金運アップのね、グッズにしてもいいんではないでしょうか。マンゴーにもね、体にいい栄養素がたくさんありますね。美肌の効果にもとても効果的です。貧血にもいいって言われていたり、血液をサラサにしてくれたりとか、生活習慣の予防にもなったりするのがこのマンゴー、たくさんのね、素敵な効果があります。はい、いくつかね、ラッキーフルーツをご紹介いたしました。今日は7つになりますが、もっともっとね、ラッキーフルーツってたくさんあります。ラッキーだしね、ラッキーなことが起こるし、体にもいいし、全部食べたいわっていう風になっちゃいますよね。ね、なかなか全部取るっていうことはね、難しい。一日毎日ね、全部取るってことは難しいかもしれないけども、今紹介した7つっていうのもね、どんなものがあるのかとか、どんな効果があるのか、どんな効能があるのかって知っておくこと、これってとってもね、大事なことになりますよ。
もちろんね、食べられる人は、毎日食べられる人はぜひぜひね、今あげた7つのね、フルーツ食べてみてください。で、この7つのフルーツね、あなたのね、ちょっとしたタイミングでね、なんか思い出した時とか、なんか願いが叶いそうなフルーツっていうのをね、スーパーでこうちょっと目にした時っていうのはぜひね、手に取ってほしいんですよね。その手に取った時に自分が今ね、そのフルーツをこう買いたいのか、買いたくないのかっていう、そのフルーツからのね、エネルギーをね、ちょっと感じ取ってほしいんですね。難しくなっちゃうような話になっちゃうかもしれないんだけど、私はね、実はそんなようなね、方法で買い物というものをね、しているんです。例えばね、ちょっと話しとれちゃうけども、今日ね、なんかお肉食べたいなと思った時に、なんでお肉なのかな、なんでお肉が食べたいのかなっていうふうに、こう、意識を飛ばす。そっか、なんか私今日今エネルギーが足りてないのか、パワーをつけるためじゃあ何のお肉にしようかなって言ってお肉屋さんに行くんですよね。お肉屋さんに行くとお肉がパーッといろんなお肉が並んでますよね。それで自分の目で見てね、ちょっと触ることはできないから、これだと思うね、自分の欲しいと思うお肉を買うようにしています。ね、このやり方ってね、ちょっとめんどくさいのかもしれないんだけども、自分の内側を知るっていうのかな、自分に向き合う、自分と正直にね、生きていくっていう意識を変えていく一つのね、方法としてはいいかなと思うので、もし気になった方はぜひね、試してみてください。ちょっとね、分かりづらかったかもしれないんだけども、いろんなことをね、知識としてね、知っておくっていうこと、あとはね、自分に正直に生きるっていうことになりますよ。でちょっとね、話しとれちゃってすいません。フルーツの話をしていたんですけども、ね、食べたいと思うフルーツをね、ぜひ食べていただいて、またね、その運気とかいろんなものをあげながら健康で美しくね、私たちにはね、そのフルーツってすごくね、強い味方だと思うんです。なんでそのフルーツっていうのを今回はね、ちょっと意識をしてみるっていうことで、自分の中にまた違ったね、一つの、なんていうのかな、発見ができるかもしれません。ね、今はね、冷凍のフルーツっていうのもすごくね、いっぱい出回っているし、手に入りやすいのもあるので、まあ、この7つを少しずつね、入れてね、スムージーっていうのね、飲み方でしてもらうのもね、いいかなっていう簡単な方法でもありますね。いろいろね、すべてのこと、この果物をね、フルーツに限らずね、考えようだと私は思っているんです。こう自分のね、無理のないような自分にやりやすい方法っていうのの選択をしていくっていうこと、自分に合った方法をね、見つけていくっていうことが、とてもね、いろんなことの楽しい時間につながるんではないでしょうか。はい、ではね、ちょっと最後、後書きがね、長くなってしまいましたけど、皆さんね、楽しい時間をね、過ごしていきましょう。ではまた皆さんにお伝えしたいと思います。最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。光のメッセンジャー、マジカルエミリーでした。